そろそろね、固形の排泄物もね、なくなってきたんで、コーンスネークたちをクーリングしていこうと思います。クーリングはこのクローゼットでクーリングしようと思います。大体の温度測ってたんですけど、まあ、大体温度測ってるんですけど、湿気でカビがやばい。湿度がですね、検出不可能。はい。温度が思ったより高いですね。17度ぐらい。もうちょっと10度ぐらいまで下げたいけれども、まあでも16度でも十分いけると思います。カリキンとか、これはメキブラですね。メキブラのペアとか、あとコーンスネークたち。これを、まあ、いきなり今まで30度だったんで、そこから15度まで下がるとあれなんで、クローゼットをこうゆっくり毎日少しずつ閉めていけば、徐々に温度が下がるのかなと思います。まあ、最終的には1週間かぐらいかけて15度まで落とそうと思います。12、3度ぐらいまでね、下げたいんですけれどもね、今まだ結構暖かいので、もっと冷え込んで寒波が来れば10度ぐらいまでは下がると思います。ただちょっと湿度で、これカビなんとかしないとやばいな、これ。家が腐ってしまいそうだ。ということでですね、今日はクーリング動画でした。